はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、内閣官房参与高橋陽一氏の日本はこの程度のさざ波、これで五輪中止とか言うとわらわらのツイートで炎上しているのはどう思いますかというご質問です。そうですね、このことに関する僕の感想は、まあついに炎上しちゃったかって感じですね。僕結構高橋陽一先生のその YouTube チャンネルにしても、それ以外のアベマ TV とかいろんなネットメディアにご出演されている時、いろいろ見させていただいて、まあ結構勉強させていただいてるんですけど、まあ、正直な感想では、もういつか高橋先生こういうふうに、まあ、炎上してしまって、もうマスコミに取り上げられて、マスコミとか、まあ、いろんな人から袋叩きに遭うんじゃないかっていうことをですね、結構予想してて、まあ、ついにそれが起きてしまって、まあ、高橋先生ももうそれ覚悟の上のツイートだったのかもわからないんですけれど、まあついに炎上したかっていうのが正直な僕の意見ですね。で、高橋先生はその日本はこの程度のさざ波、これで五輪中止とか言うとわらわらっていう発言は、おそらくですね、これは高橋先生は、その日本は世界的に見ると感染者数は少なくて、1日あたりの感染者数とか死者数を見ると、まあ、欧米から見るともう収束しているぐらいの数だっていうことをおっしゃりたかったと思うんですよね。まあ、例えばイギリスを例に出すと、イギリスって変異種が広まって、もう本当に感染爆発してた時っていうのはものすごい数出てて、で日本の何十倍っていう感染者の数だったわけですよね。でもまあワクチンもだいぶイギリス国内で広がっていって、収束に向かっていって、で今その感染者数の数が、まあ、日本の感染者数の数と大体同じぐらいかって、そういうふうにおっしゃりたかったと思うんですけれど、なのでその数だけ見れば五輪開催することは可能ではないかと。で今でも日本国内でいろんなスポーツイベントは行われているわけなので、だったら開催できるんじゃないですかっていうことをおっしゃりたかったと思うんですよね。あとそれに加えて、その日本の医療体制に根本的な問題があるので、まあ少ない患者数でも医療逼迫したり医療崩壊しているので、なのでまあ選手のワクチン接種とか隔離とか行動制限とかさせて、なおかつ無観客で厳重な感染対策をすれば、まあ日本で五輪開催は可能であるっていうことをですね、おっしゃりたかったと思うんですけど、そこまで全部含めてツイートすればここまでの炎上にはならなかったと思うんですよね。まあ短い文章でちょっと挑発的な文章でツイートされちゃったので、気に入らない人はやっぱりこれで炎上になってしまったと思うんですけどね。やっぱりこの程度のさざ波とかわらわらっていうフレーズはですね、やっぱり人がお亡くなりになってるのにこういう表現をするとですね、やっぱり気分が悪いって感じる人、まあ、それが結構普通だと思うので、僕は普段の高橋先生の発言とか見てるので、まあ、いつもの高橋先生の発言だなって思うんですけれど、高橋先生のことをよく知らない人とかが見るとですね、やっぱりさざ波とかわらわらっていうのを見て不快に感じる人がいるっていうのはもうすごくわかるし、僕自身もこういう高橋先生には申し訳ないんだけど、僕自身はもうこういう発言はしないようにっていうふうに勉強させてもらっちゃってるわけなんですけれど、まあ高橋先生いつものようにそのちょっとアンチを挑発するような感じのツイートとか発言しちゃうし、あとまあ自分のことを支持してくれてるネット民に受けるような感じでツイートしてて、だけど高橋先生のことをよく知らない人が見れば、この人もう内閣官房参与っていう地位にあるのに、こんなその普通のそのネット民みたいな、普通のネット民っていうか、なんていうんですかね、ちょっと子供っぽい感じの挑発的な
文章をツイートして大丈夫なのかって思っちゃうわけですよね。それもすごく僕は分かるんですけれど、まあこれが高橋先生じゃなくて一詩人とか、あるいは内閣官房参与にはなってない文化人の方とか学者の方だったら、ここまでは延長しないんですよね。ここまでは、はい。だけど一応内閣官房参与っていうポジションはその政府に助言する立場なんですよね、まあ、非常勤とはいえその高橋先生に関しては経済財政政策を担当してて、それをまあ菅総理なんかに助言する立場なので、今後の政府の政策に関与されてる方なんですよね。で、まあ、経済とか財政政策担当でもやっぱりコロナでもあのお金を使うわけですから、コロナ関連コロナ政策に関してもやっぱり関与してることになると思うんですよね。多分僕はそう思うんですけれど、もし僕間違ってたことを言ってたらですね、遠慮なくコメント欄で指摘してくださいっていう感じなんですけれど、まあ高橋先生今までもずっとマスコミとかいろんな人たちをその毒を吐いてズバズバ言って、あの一刀両断するような感じであの発信されてた方なので、まあ、いつもの調子の発信をされて、まあ、これを取り上げられてしまって、まあ、恨みを持ってるマスコミとかアンチの方とかいらっしゃると思うので、そういう方にもう取り上げられて一気に炎上してしまったっていう流れだと思うんですけど、まあ、高橋先生自身はそんなに気にされてないかもわからないですけどね。今でもツイートされてて、ツイートされてますんで、はい。で、まあ、普通は内閣官房参与のポジションになると今までズバズバ発信してた人でもおとなしくなるんですよね。控えめになるんですよね。例えばその三宅さんなんかはその高橋先生と同じ時期に内閣官房参与になったわけですけれど、まあ、そこまで一定委員会とか出てもなんか今までのキレのある発言がなくなって、なんかお茶を濁すような発言になって、なんか発言がね面白くなくなっちゃってるんですよね。まあ、それが普通だと思うんですけれど、でもね高橋先生の場合は内閣官房参与になってからもあんまり変わんなくて、毒を吐いて一刀両断するスタイルで言ってて、で YouTube チャンネルも始めて、なんか前よりパワーアップしてるぐらいなんですよね。はい。なのでまあ、今回の炎上はですね、僕ずっとこうなるんじゃないかって思ってたんですけれど、まあ、僕ごときの人間なんですけれど、まあ、こういうことを予想してて、まあ、危惧してましたね。はい。まあ、高橋先生もともとその毒吐いたりとかズバッと切るのが売りで人気があったわけで、で YouTube チャンネルでもいろんなネットメディアでも人気があって、それで収入を得てたと思うんですよね。でまあ、その後内閣官房参与になって、でもそれで控えめになっちゃったらあの面白さがなくなるっていうか人気がなくなっちゃうので、だからずっとこの路線で続けてたと思うんですけど、じゃあ今後そのどうされるかですよね。内閣官房参与から引きずり下ろせっていう感じでネット上で言う人もいるんですけど、多分やめないんじゃないですかね。僕の予想では多分やめないですよね。でじゃあおとなしくなるのかっていうと、でもおとなしくなると高橋先生の今までの切れ味がなくなっちゃうんで、おとなしくもならなくてちょっとおとなしくなるぐらいなんですかね。これからまだちょっとわからないですけれど、さすがに同じような発言を繰り返していったらあのまた炎上してもうこの人ダメだろうっていう世論になってしまう可能性もあるんで、はい。まあ今後も高橋先生の活動を見守らさせて、まあ、私ごときですけど見守らさせていただこうと思うんですけれど、ただ一つその高橋先生の YouTube チャンネルで気になるのがあって、第153回でコロナ関連のことを特集してた時に、YouTube のその、ま、動画の、ま、終盤ぐらいだったかな、コロナの話をしてて、コロナは今2類相当なのを、まあ、5類まで落とすっていう話が出てたんだけれど、それはどうなったかっていう話をしてて、でその中で高橋先生が
エボラ出血熱の話してて、なんかその中だとエボラ出血熱がなんか2類みたいな感じで聞こえたんですよね。エボラ出血熱って1類なんですけれど、その中の高橋先生の発言だと、まあ、コロナ2類相当で、まあ、エボラ出血熱と同じような扱いだからみたいな感じで言ってたんで、あの発言聞くと高橋先生がエボラ出血熱を1類じゃなくて2類だと勘違いしてるんじゃないかって思われるので、あそこはなんか修正しといた方がいいかなって思いましたね、個人的には。あそこをマスコミが人が見つけると、こんなことも分かってないのかって言ってまた叩かれる材料になっちゃうんじゃないかなってちょっと心配になりました。はい、というのが僕の意見です。ご視聴ありがとうございました。